特集です。板橋区はかつては光学精密機器産業を中心に製造業で栄えましたが、現在は事業所の倒産や転出が止まりません。6000社以上あった製造事業所はこの30年で2800社余りまで減りました。現状とそれに立ち向かおうという取り組みを取材しました。こちらには2010年1月まで大手製薬会社の工場がありましたが、今はこの敷地およそ1万6700平方メートル全て不動産に売却されています。板橋から製造業が減っていく理由は中小企業が多かったこと、交通と地下の面で新規の成長産業が進出しやすい立地であることが大きな要因とされています。今も頑張る事業所では業績悪化の悩みが深刻です。足立工機は医療用機器を中心としたレンズの研磨や組み立てを行っています。うちはそれこそ何て言うんですか、工学業界のシーラカンスみたいな、そういう感じですね。昔は本当に双眼鏡といえば板橋区というくらいに双眼鏡を中心にして板橋には工場いっぱいあったんですけれども、地方へどんどん移転していったりして本当に今では数少ないと。昨今の円高や中国の原安とか、そういう円安とか韓国の円安とかあるとやっぱり厳しいものがありますね。材料費の高騰も要因の一つです。中国からの輸出規制でレンズの研磨に使われるレアメタルの一種酸化セリウムは20キロ4万円から20万円へと跳ね上がりました。それでも単価を上げるわけにはいきません。行政や産業関係者は手をこまねいているだけでなく、活性化に向け手を打ち始めました。板橋に本社を残したまま海外での実績を伸ばしてもらおうと、このような取り組みもあります。区の産業連合会で行われている中国語講座、初歩的な発音から会話までレベルごとに行われています。この講座を受講した石澤さんは板橋区で創業73年の樹脂会社に勤めています。私どもの会社がですね、中国の工場をですね、深圳の方と上海の方に工場を作りましたものですから、従業員の中から中国語を学ばせようと。コストの安さだけで安易に海外に移転するのではなく、しっかりと手綱を取ることも重要です。中国人の方はその一つの仕事に対してこの手順でやりなさいと言えば間違いなくその仕事をします。ただそこから先の仕事を考えですね、日本人であればそこから先に、例えばこの仕事はこういうアイデアを出せば、こういう方法を使えばもっと早く正確にできるんじゃないかということを考えながらもできるんです。意図しない技術流出を防ぐため、日本と海外の良いバランス感覚を保つことが必要となるのです。区では軍需工場に遡る伝統を持つ光学精密機器産業を生かそうと国際展開に目をつけました。本年7月にロシアサンクトペテルブルク市で開催をされます国際会議におきまして、光学精密機械産業都市板橋の情報発信を行うとともに、次回会議を板橋区で開催するための招致プレゼンテーションを行うものであります。産業文化都市板橋を世界に売り込むことになったのです。国際会議を誘致することにより、研究者たちの環境整備を行うだけでなく、板橋区内の事業者間のさらなる連携や活性化を図ることも目的とされています。去年はロシアの中小企業経営者に日本の中小企業を見学してもらう交流の場なども設けられました。このような中小企業と自治体の取り組みについて、経済アナリストの長浜俊博さんは次のように話しています。一つ成功した具体例としてはですね、これ埼玉県の岩槻にですね、航空機部品を作っている工場がありましてですね、これもともと国内だけをですね市場としていたんですが、これがですね、地元の経済産業局の協力を得てですね、ヨーロッパの見本市に部品を持っていたところですね、ヨーロッパで受けてですね、今ではむしろ国内でもヨーロッパの方でたくさん収益が上がっていると。自社製品を持たずとも自治体の力を借りて海外に部品を出展し、
販路を拡大していくことが中小企業のこれからの生き残る道の一つとなりそうです。市がなくなって4年経つんですけども、なくなって4年であの会社なくなったよと言われるのは私としては非常に嫌なんで、やっぱりなんとか頑張らなくちゃいけないと。息子に継いでもらえば若い人たちは、いや、あの違う、全く違った感性で仕事をやってますの で自分に見えないところが見えてる、本校知人じゃないですけれども、あの若い人たちのパワーを取り入れればもっと会社も伸びていくというか生き残っていけるんじゃないかなというふうに考えています。